いたよ。今福島県の徳沢温泉の岩風呂共同浴場に来たよ。これから入ってきます。奥会津の徳沢温泉旅館の井筒屋さんがやってるのかな。なんだこれ、岩じゃん。わあ、すごい。じゃあ早速ここ見て、女性専用脱衣所があるんでここで着替えてくるね。福島県南会津にある、徳沢温泉の、共用浴場の岩風呂に今います。混浴だよ。それで、お風呂が2つあって、こっちが白い今濁り湯みたいので、向こうがちょっと透明な温泉。匂い、すごい温泉のいい匂いがするよ。温度もね、ちょうどよくってね。最高。お肌が結構これツルツルになって最高。こっち大きい岩があってね、見栄えもいい。この徳沢温泉はちょっと謎。こっちが白くてつながってるのに向こうが透明な温泉で、川がすぐ横にあるんだよ。なんか不思議な温泉だよね。それとさっきそこのね、入り口にね、書いてあったんだけどね、去年の秋に、
台風でもう一回流されちゃったんだって。で、有志の方のおかげで、資金が集まって、でこうまた作り直すことができたって書いてあった。すごいよね。はい、よかった。帰ろうかな。風がいっぱい出ちゃった。エビキューブ。あまり温泉動画を上げられなくてごめんなさい。もしいいなと思ったらぜひこのボタンを押してください。あとまたチャンネル登録してない人がいたらぜひお願いします。あとツイッターもフォローお願いします。あとインスタもやってます。あとググッと N スケって、ネットで検索してね。カチッじゃあそういうことでお会いします。じゃあねー。YouTube 版はここまで。お話の続きはゴトアミーゴページで。詳しくはエミスケ公式ホームページを見てねー。